食事、運動、健診、健康ポーズプラスワン。ミラタン、突然だけどこれを見て。この富山県の地図には全体的に赤っぽい色がついているよね。魚津市はどんな色になっているかな。男性は薄い赤色、女性は濃い赤色になっているよね。これは特定健診受診者のうち喫煙者の割合の高さをレベル別に色分けしたものなんだけど、男性では他の市町村に比べて喫煙者の割合が高い傾向にあり、女性では統計的にも確実に高い傾向にあるということを示しているよ。そうだよね。タバコはね、日本人が命を落とす危険要因がダントツで1位なんだよ。喫煙に関わる病気でなんと1年で13万人亡くなっているんだって。タバコを吸っている人は脳梗塞や心筋梗塞などの循環器疾患、それと癌になるリスクがとても高いので命に直結しやすいんだよ。魚津は男性だけじゃなく女性も喫煙者が多いから、魚津の皆さんが元気に長生きできるかどうかにタバコが大きく影響しそうだね。あと命だけじゃなくてお金にも影響するんだよ。それらの病気になった時の1回あたりの入院の医療費はどのくらいだと思う？74万から80万くらいだよ。1日1箱吸っている人だと年間18万くらいタバコ代がかかっているのに、さらに脳梗塞や癌になると経済的な負担が大きいよね。経済的な負担だけじゃなく、今まで通りの生活が送れなくなって一変するかもしれないよね。うん、タバコ代だけじゃなく未来の治療費も浮いてくるかもね。家族も喜ぶこと間違いなし。そこで今回は禁煙にチャレンジしたい方が禁煙するためのコツをお伝えします。その1、禁煙開始日を決める。開始日を決めることで禁煙意欲が高まります。その時自分が禁煙したらどんないいことがあるか、なぜ禁煙したいのかを具体的に書き出して見えるようにしておくとより効果的です。その2、吸いたい気持ちになった時の対処法を決めておく。特に禁煙開始 2,3 日までをピークとして、おおむね2週間までは吸いたい気持ちが出てくると言われています。禁煙に成功した方はこの気持ちに上手に対応しています。例えば深呼吸をする、ガムを噛むなど、自分ができる対処法をあらかじめ決めておくといいですね。その3、一度の失敗を恐れない。 2,3 度の失敗はよくあることなので、つい吸ってしまった時の状況を振り返り、諦めずに次への対策に役立てましょう。その他には禁煙治療を活用するとより楽にやめられる確率が上がります。1日1箱吸っている人のタバコ代の2分の1から3分の1程度の金額で治療を受けられます。健康魚津プラスワンポイント、禁煙にチャレンジしてみよう。えい、まずはやってみる、その一歩がとても重要です。禁煙に成功して今後の人生をさらに元気に過ごしましょう。